はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さん遊戯王カードで、いっちゃん強いカードってどういうカードかご存知ですか？これね、手札誘発なんですよ。手札誘発っていうカードが、めちゃくちゃ一番強くて、入れないとで、対戦にならないと言われてるんですけども、遊戯王カードは。逆に、じゃあ手札誘発のみでデッキ作ったらどうなるのかなって思いません？思いますよね。これね、最強なんですよ。だって手札誘発が最強なんだから、それだけでデッキ作ったら最強に決まってんじゃないですか。ということで、今回は手札誘発のみデッキのバージョン 4.0 を作ってきました。前回は多分40枚とかで作った記憶あるんですけど、なんか甘えだと思ったんで60枚にしました。60枚、デッキの中全部手札誘発です。はい。負けるわけありません。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。いや微妙だな。ちょっと被るの良くないんだよ、やっぱ手札誘発ってさ、基本的にさ、割とその1ターンに1回しか発動できないうららとか増人みたいなやつが結構多い方にするので、一応ね被らない方が基本的にはいいんですけど、そんなことも言ってないですね。ユベルですね。なるほど、ユベルはどうしようかな。これでもそっから入るってことは、そうだよね。ってことはこれガンマケアで G 打つ方がいいか。ここ G 打って止まられても困るんだけど、正直このデッキある程度動いてくれないと。裏ロボットは関係ねえわ。関係なかった。オッケー、了解。でこれで僕の G 通ないこと確定したんですけど、言うて意外とあのデッキウサギも結構辛かったりすると思うんですよ。あと拮抗勝負辛そうだしね。意外と多分ねこの手札なんとかできんじゃん。それはいいわ。はい。でスプリットオブユベル効果、はい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 、いいでしょう。はい。でそれ永続魔法ですよね。これウサギちゃんこれ大活躍するんじゃないですか。先生これ止められます？これ意外ときついんじゃないですかこれ。ナイトメアペイン1枚しか入ってないコーチも最近よく見ますけども大丈夫です？さあどうすどうします？これ意外といけてる。これファントムか。オッケー、ファントムはいい、ファントムはオッケーです。よし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 。止まったはいいが、ただ俺はアタッカーがいねんだよな。やばいっす。これがちなみに誘発のみデッキの弱点と言っても過言ではない、アタッカー不足。圧倒的、圧倒的なのアタッカー不足。これマジどうしよう、これマジでどうしよう。これ泥場打って止めさせて、でその後 G 通すしかねえか。最悪拮抗勝負をぶち込めればいいんだから、その前に俺のライフが残ってるかみたいな。そうだよね。でも意外とユベルってさ、その打点そんなすぐにはナイトメアペインなしだと多分出せないと思うから、無限抱擁はちょっと強いけど、アタッカーには一切ならない。いやマジ今俺のアタッカーポップイヤー飛行隊しかいねえから。ちょっと相手動いてくんねえと俺もなんか G 打てねえしよ。ちょなんとかなんないですかねこれ先生。屋敷わらし召喚、え、どういうこと。屋敷わらし召喚から動くことあったんですよ。リトルナイトか。なるほど、それはいいわ。リトルナイト、どうぞ。いいですよ全然。やべえ、これリトルナイトビート始まった。やべえ、リトルナイトビート。やべ、リトルナイトビートに負ける俺もしかして。これまずい、かなり。いやこれ意味ねえな、これリトルナイトビートに負けるぞマジ。これやばいって。ちょアタッカー引かないと頼む。いや、私、守備力が高い。その、幼女たちは守備力がまあまあ高いが、いや、まだ耐えるんじゃねえ、さすがに。まだ耐えそう。まだ耐えそうです。まだ耐えそう。手札全部誘発なの、くさ。そういうデッキなんだけど、そういうデッキなんですけどね。ヘルグレイブスクワーマーか。なるほど。ヘルグレイブスクワーマー召喚は別にいいんじゃねえか。相手ガチでナイトミアペイン困ってそうじゃないこれ。デスキャか。デスキャ効果発動いっか。ごめんの。言うてたぶんそんな大したモンスター蘇生できないんじゃないのこれ。あ、そうだよね。これは、じゃあ G 打ってみて、通んなかったら通んなかったっていいよ、最悪。通んなかったら通んなかったで、なんとかするわ。あ、通る。オッケー。了承。何がしたかったんだろうな。これさ、そんな展開してもやばいこと起きん。あ、でも一応山とかそういうのを出せるのか。悪魔族モンスター2体並びや。山出してみたいなことできるのかな。今、山の効果も止められるし、
まあ、言うて同時に撮ってるし、まあ、多分そんなにやばいこと起きないんじゃないかと思うんですけど、さあどうしますかって話あります。あー、ファントムが出てくる感じか。なるほどね。はいはい。あー、おっけ、まあ、ファントムは別にいいか。よし、この DD クローと深淵の双剣竜の友情コンボを見せる可能性がある。アタッカーついに来た。俺のアタッカーついに来た。バトルフェイズ OK。 よし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 、耐えてるぞ。意外といける。これは耐えてる。これね、深淵の双剣竜と DD クローの友情コンボはこれ一回キッコ勝負打つか。キッコ勝負打って、まあ、多分これファントム残すよね。多分これファントム残し でファントムには無限砲を打てば黙るから実質ゼロ妨害来てる。いけるぞ。引くカード全部手が出すからこっちは結構手が強いからな。よし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 。無限法要、一旦ちょっとファントムオブユベルさん黙ってもらっていいですか。はい、ありがとうございます。でですね、でこれ DD クローの効果発動して、で DD クローの効果によって相手の、墓地のカードを除外していきましょう。そしてカードが効果で除外されたことによって深淵の双剣竜さんの友情コンボ発動。DD クローと深淵の双剣竜の友情コンボ発動。うわー、あー G ね。ドルバル止めます。これドルバル止めると結構あると思うんでね。でもそんな展開できるのかな。とりあえずこれ深淵の双剣竜出すじゃないですか。でこれ一回ドルバル止めまして、ドロール&ロッキングバーディングで止めまして、でポップイヤー飛行隊召喚して、でバロネス出して分からせる。いやこれ相手のターンでよかったか。これやべえ。これちょっとあの展開ルートとか特にないから、これ考えることどういうんだよこのデッキ。特に展開ルートとかねえんだよ。これ相手のターンでよかったかもしれないよこれ。でバロネスいきまーす。はいはい。まあ一応ライフは取れるな、これで。よし、さあ圧倒的エースモンスターフルートバロネスのモンスター効果、相手のファントムオブビルを爆破、バゲーン。よし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 。これでさ、エフェクトメーラーとシグレ握ってっから多分なんとかなるっしょ。これいけるっしょ。エンド、これいけるはずやで。一望、いや三妨害、いや三妨害ある。これ三妨害ある、これ強い。この盤面で三妨害の強い。よし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 、いける。あ、強い、めっちゃけ強いやん。来たわ、来たかもしれん。これはまあ大丈夫、結構座るな。バルドレイク効果で相手の、まあ、ひたすらにモンスター除外して、でこれでアタッカーが取れました。2500と3000打点は足すと5500ありますけど、これなんとかなんかあります。相手お相手し、おっと、うらら、バトルフェイズかましていく。誰誰やるやん。スプリットオブイベル効果、あーこれシグレ打てんだ。打ったんじゃんこれ。お前攻撃表示でモンスター出したの甘えれば。さあサヨシグラちゃんの効果、相手がモンスター特殊召喚したらそいつの効果を無効にして、これでサーチも入らなければお前は戦闘破壊されないっていう効果も無効になる。うわ、バトル、ダメー。リクルートか、リクルートするか、黙れ。うわ、フルートバレンスのモンスター効果発動、相手の発動した効果を無効にして破壊する。うわー、理論上最強、最強デッキできたわ。対戦ありがとうございました。やべ、だから手札強そうじゃね、この手札強そうじゃん。アタッカーもいるよ結構。これ森目ざきた、森目ざきた、ジェムナイト珍しいね。ジェムナイトまだ生きてたんすか。なんかブロックドラゴンが死んで、あ、レスキューヘッジョーク入ってるんすか。なるほど、レスキューヘッジョーク確かにな。あのあれか、初動になってんのか、ジェムナイト。はい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 、なるほどですね。まあこれちなみにジェムナイトはまあ言って融合ができなきゃなんとかなんで、融合するような効果をしてくるカードをまあ止めていきたいといったところですね。うわ、レスキューヘッジョック、ハルケ召喚のレスキューヘッジョック強くねえかそれ。でレスキューヘッジョックの効果発動する、 OK で、ジェムナイトラピスとオブシディアが出てくる。これ何が起きるんだ。なんかジェムナイトってなんかリンクモンスターなんかいたよな、ちょっと名前忘れたけど、なんか融合内蔵してるようなやつ。あ、出てきたわ、ファントムルーツ。
こいつ結構強かった気分でね。このカードがリンクショーが成功した場合にデッキからジェムライトカードを1枚を手札に加えるよと。これどっちだ、エフェクトベイラーの方がいいかな。一応エフェクトベイラー打ってでジェムライトファントムルーツさんの効果を無効にさせていただきたい。まあ、ジェムライトカードサーチさされるのが一番やばいんでね。ジェムナイトフュージョンとかいうターン1がなくて無限に墓地から帰ってくるガチでやばいカードがあって、まあ、それを回収されると本当に厄介なんで、まあ、それはさ、許さないよというところで、さあお相手し困ってんだこれ。ちなみに地属性モンスターの効果しか届けないんで、もうウララとか飛んでこないですし、まあ、G とかはまあ聞いてないけど、まあ、結構通るんだけどね、この時は。あ、黒シか黒シダリーナ、ドナエカスの効果発動する、オブシディア捨てながら、ジェムライトクォーツ持ってくる、強すぎる。ジェムライトクォーツ地属性天使なんだ、なるほどね。やばい、また出てきよった、またあの野郎出てきよったぞ。ちょっと待ってくれ、これはあ融合する効果は単一ないのか、こっち分からせるわ。 I don't wanna close my eyes隕石爆弾いいね、非常にいい、非常にいいぞ。さあどうする、あれまだなんかあんの、これなんだっけ、何っけ、どんなことあるっけ。ブリリアント、あブリリアントフュージョン、マジか、強えな、おいブリリアントフュージョンだと。ブリリアントフュージョニングの効果発動してデッキ融合、やべやべやべ、ちょ待ってくれ、なんかやばいこと起きそうで、ブリリアントフュージョンでまあ、ジェムナイトの融合モンスターの素材をデッキから持ちに送ることによって融合消化をするって効果で、まあ、ここでなんか結構ね、あのアドバンテージが、効果で送られると稼げるんで、ジェムナイトは。うわ強そう、ラズリーラズリー、でもさ、ジェムナイトフュージョンにアクセスできてないからそんなやばいこと起きない気するんだよな。ジェムナイトラズリーの効果で、ラズリーの効果でラピス回収、ラピス回収はいいわ。まあ、そんな通常モンスターは何体いたところで、まあ、大したことにはならないと思うんだけど、ちょ待って、あとビーステッドミリも刺さらん、これあのデッキ、あのデッキビーステッドミリも刺さらんとどうしたらいい、これ。はい、いいでしょう。やべ、2ミリ打ったんだけど、相手なんか手札めっちゃ稼がれてんな、うざいな。なるほどね、もしかしてファントムルーツ2体目だ、出てくる、これジェムナイトリディ、ブリリアントダイヤ、あーそうかそうか、なんか融合モンスター出せんのか、融合モンスター出す、その子があったな、何出てくんのこれ、誰やねんお前、ジェムナイトレディローズダイヤ、ガチ知らん、誰これ、こっちのターン何もしねえな、つまりこれこっちのターンで動けばいいってことやな、つまりてかなんなら 2ビルでぶん殴ったら勝てんだこれ。じゃあこれアタッカーをひたすらに出していくスタイルでいきますか。アタッカー3体用意できますね今回今回アタッカー3体用意できますね。これ、まあ、村木も出しますよね。で、まあ、ドレイドブルーミングも出しますよね。これエフェクトベイラー墓地いってるんで、これ除外したらだって出てきます。オッケー、これ全面処理いけるぞ、バトル手札誘発のみデッキでもアタッカーは用意できるんだよ、バカ誰が、うお結構強くないこのアタッカー、まあ、こいつらを全員あの手札誘発と呼んでることに問題がありそうな気がしなくもないけど、バーン、よしメイン2、ティフォン出しといた方がいいかな、一応2ビルのトークンなんか別にいてもいなくても構わんないから、一応ティフォン出しといて攻撃力3000とか、ジェムライトって結構ね攻撃力3000以上多いんですよ、なんか打点めっちゃ高いやつ結構多くて、だからティフォン意外と刺さるって説あるね。これこいつがやると攻撃、あこれティフォンであれなんだ、ビーステッドをもう一回戻して使い回すこととかできるの、これでもそんなことしたところで結局その光闇属性デッキじゃないからあんま刺さんないからいいや。これはね、意外とティボンが刺さる対面ではある、結構さっきのブリリアントダイヤとかあれ3000以上あるし基本的にはね。はいはい、でオカメブ効果で G 打って、でこれまあガンマなわけないな、もうさすがにこれ手札大丈夫かな、 OKOKOK でここ G の効果発動しできてるので、もうあとは皆さんこのデッキ何デッキか分かりますか、手札誘発のみデッキなんですよ、つまり増殖する G が通った場合引くカード全部強いです終わります、なんでかっていうと手札誘発しか入ってこういうこと、
手札誘発しか入ってないから地球カード全部強いですよ。やばいっす、マジこっからのドロー。まああとはね、この辺はまあ投げる必要ないですね。ちなみにナエカスも春化粧なかなか強いな。このなんか手札が回収できるから手札コストとしてジムナイトが優秀っていうのは結構あるの。でこのジムナイトクオーツまた来たぞ、やばい。ジムナイトクオーツやばい、ちょっとバカみたいなこと起きるか。またあいつ融合回収できるのか。これジムナイトフュージョンとか持ってこれんの。これジムナイトファントムルーツやばい、これあれ融合効果持ってる確か。やばい、あいつの効果は止めなあかんな。融合すんだよな。とにかくちょっと融合だけはさせるなとおばあちゃんが言っていたので、ちょっと融合効果止めます。さあジムナイトファントムルーツの効果を無効にすることに成功。 OK。そして、あと、だからブリリアントダイヤで変身するよみたいな効果あるんだけど、まあ、それもまあ言うて、ウサギが、バトルか。なるほど。あ、まあ、ティフォンぶっ殺されるのか。あ、まあ、しょうがない。ティフォンぶっ殺されるのは、そうか、手札、あの効果つかないもんね。ティフォンいると。で、これでブリリアントダイヤが効果有効になりました。ワンチャン、これ、あれだな。変身させて、なんか、あの並べてくる可能性あるか。まあ、なんかバカみたいに打つか、じゃあ。まあ効果は無効にはならないけど、なんか打点が高すぎて無理なんで、ジムナイトブリリアントダイヤさんちょっと死んでもらっていいですか。はい。でこれでファントムルーズを墓地送って、なんか出てくる、何出てくるんだ。あとジムナイトってこっからなんか展開できることあったっけ。ジムナイトマスターダイヤ、オッケーオッケーオッケー、まあそれはいい全然。あ、やばい、最強モンスター来た、最強モンスター来た、分からせよ。ホップイヤー飛行隊の、ホップイヤーか、ホップイヤー飛行隊の効果を発動。ホップイヤー飛行隊の効果により村蜘蛛のオロチを対象に取り、このモンスターと自身を使いシンクロ召喚を行う。うお、現れろ相手ターンバロレスぜーぜー、あ、村蜘蛛出てます。はい、特殊召喚いきます。はい、最強です。これ噛み合ったら、これめちゃくちゃ噛み合ったら、これありえん噛み合ったわ。やばい、宇宙最強展開見せれたかもしれん。打点足りてますね。あとはだからこれ破壊してぶん殴ったら勝ちですかね。バロネスさんの効果発動、ちょまひっけろ、バトル暗い。来た来たぞ、よし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 、これもう大体いいだろ、これこのデッキ勝ち試合。いや、まあ刺さらないもないみたいなカードが、うわ BF 黒刺さるかな、これ微妙だな。まあ無限包容もね、湯で刺さんない時も結構あんでね、まあ、いや旋風旋風はこれずるじゃない、さすがに。いや旋風旋風はずるだろ、これふざけやがって。旋風旋風はやりすぎ工事だな。スズリ、はい、で旋風効果、いやこれやばいな、ちょっとさすがに旋風旋風はこれ一応無限包容打って、あやめの双剣士爆弾っていう、まあ一応宇宙最強コンボあるんですけど、手札誘発式デッキの。ただこれさすがに旋風旋風やられると手数がちょっとあまりにも出すぎてガチでやばいってことが起きるんですけど、サルンがやばいね普通に。やべ、めちゃくちゃなことを起こされそう。雪月のチヌーク来た。チヌークはシンクロモンスターが いなければフリーチェーンじゃないから大丈夫で、バータ特殊召喚からバータの効果って言われる。バータの効果止めないと絶対ダメだよな。でもこれ、いやバータは絶対絶対に止めないといけないよな、これで。これ効果無効にした後にちょっとあやめちゃん出すしかねえ。さ、頼む、よし止まった、オッケー、とりあえず止まった。さらな、これレベル並んでんだよな、ここで無限保養置いてもあんま意味ないんですよね。これ消さないと、シンクロモンスターって並んでたらシンクロされるからさ、結局消さないとダメなんですよ。これあやめちゃん出すでしょ、であやめちゃん出した、でシンクロされる、効果発動される、今無効にはならないから、あやめちゃん破壊され、あのチヌークいるわ、チヌークこんだよこれ。ちょ、ボレアスやばいって、ボレアス効果発動する。いやこれあやめの双剣士で爆発させるしかねえ。ちょっとあやめちゃんの効果発動したい。相手がエクソデッキからモンスターを特殊化するとそいつを破壊したい。まあそうだよね、チヌークが無効にしてくる。
っそくっそ。いやでも DD クロート俺たちにはまだ DD クロートのスカルマイスターがついている俺たちには DD クロートスカルマイスターがついているブラックフェザードラゴン、そっか墓地行くからこれこれであれか。やべえな、アサルト出てくるんだこれだるクソダリーマジ。まあ、DD クローこれ打つしかないですね。で DD クローでなんかゾンダ君もなんか墓地効果があります。あ墓地効果ありますね。ゾンダ君墓地効果あんのやばいですね。ゾンダ君止めるしかないか。ゾンダ君の効果無効で実質だからこれで。うわぐぬ行くしかねえやばい、めちゃくちゃカード使わされた、めちゃくちゃカード使わされたってやばい。これまだあれだろう、テクナにあいついんだよな、レベル2の中のあのなんだっけサルンガやばいって助けて、旋風2枚は効いてないよ。止まれ止まれ止まれ、止まるわけないけど止まれ止まるわけないけど止まるわけないけど止まってくれ、頼むマジで勘弁してくれ。でもレベル6人体だったらマジで鬼丸くらいしか出ないよな。まあサルンガは来るわな、サルンガはしょうがねえな。でサルンガとまあ多分これあれかシムーンでレベル8シンクロか。レベル8シンクロってこれ何が出るんだろうな。天意の竜騎士のかな。あ違えわ、なんだこれ。あワイズストリックス、えやばい、これワイズ入ってるタイプか。レイズラプターズ入ってるタイプの BF ね。あーこれ結構やばいね、これこっち貫通量結構あるんだよねこれデッキ。結構やばいな、これまた6シンクロ来るか。まあ、でもこれ言うてまあ、ボレアスもう一回出てくる、オッケーで、これゼピロスってことはこれスカルマイスター効くよな。ね、スカルマイスター行きます無限誘発地獄無限誘発地獄、うわよし展開は止めたはず。ただやべえのはアサルトブラックフェイザーが出てきて、何リトルナイツ、お前さふざけんなよ、太陽カード強えな、この VF デッキ。リンクモンスター多用しすぎじゃねえ、そんなリンクモンスター入るデッキじゃないじゃん、やるデッキ。うーわうーわお前デグダイワーズ5枚打ったのになんでこの盤面できてんだ、おかしいだろ、おい手札言うやつこっち5枚打ってんだぞ、ざけんなバカだ、負けるはずはない、手札言うはずで止めきれば現代遊戯王は勝てると俺は聞いたぞ。